はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プレイクスピリッツ2015サムライエイジュンサムライビッチパート7ですかね、やっていきたいと思います。で、今回5月9日からです。まあ、前回撮ってたパートからね、結構今時間が経ってはいるんですが、まあね、今の成績こんな感じです。2勝で、ホールドが9個で、防御率は 0.75。 まあ、ものすごくいい感じでは来てます。能力はね、そこまで高くは設定してません。こんな感じです。そんなにね、バカみたいな、いつも通りのにものすごくいい選手を作ったりはしませんでした。まあ、だいたいこれぐらいかなと。沢村くんがプロに入ってきたらね、まあ今伸び段階ですけど、まあこれぐらいかなということで、これぐらいにしております。ということでね、早速、まあ、いつも通りね、3試合取っていきましょう。じゃあそこまでね、カットしたいと思います。さあやっていきましょう。今回は中日戦ですね。あ、中日戦じゃない、ヤクルト戦ですね。自分が中日ってこと完全に忘れてたよし、やっていきましょう。どうでしょうね、ありそう。このままいけば登板。ほら来た、やっていきましょう。地方球場なんでね、一発だけは警戒していきたいですね。一応ね、あのスピリッツ固定でやっております。雨降ってるよね、雨多いね。おっと、さあ頑張っていこう今日もね。投げ方は似てないけどまあ確かさすがに、ね、あそこまで足が上げるフォームってね、村田兆治がこれぐらいしかなかったんでね。誰のなんかな、この投げ方はね。まあいいや、一応、スピリッツ固定でやっておりますやっていきましょう。9番からが OK。 めっちゃ雨降ってるね。雨マーク3つもついてるやん。やっぱりね、ムービングがいいんですよね。ムービングが、ムービングとこのカットボールがね、本当になんていうのかな、最高いや、ストレートはちょっと投げにくくなってきますね。本当にこれから選手を作るときもムービングで作ろうかななんて思ってますね。本当になんかオリジナルキャラクターでね、あのもしこれから企画をやるとするなら、ストレートではなくてムービングとツーシームとかの選手を作りたいなと思ってねうわ、取れないか。わーお、あかんあかんあかん。ランナーを貯めると、スピリッツやとね、ガンガンに攻撃してくるんで、中止になるんじゃねこれ、この雨の量ね。山田か、厄介やね。まあ左ミートが若干少なめってことは、まあ、やってた自分が一番知ってるんですけど、結局打ってきますからね。見てくるしね、ちゃんと。よし、ゲッツ、頼む。オーケー、いや最高やわやっぱり沢村くん最高。さすがエイジュンですね。まあ1年生といえばね、今エイジュンとあのあれ古谷と春一くん、春一がまあメインキャラクターですけど、皆さんどれが好きですかね、ダイヤのエース読んでる方は。僕もうダントツでハルッチなんですけどね、あの性格、あのバッティングコントロール、絶対エイジュンですね。オッケー、何やかんや抑えれましたね。スピリッツやけど、よしよし、このまま勝ってくれるとね、いいんですけど、まあホールドはつくんでね、まあいいとしましょう。これサヨナラ負けしそうやな。おおお、なるほどね、同点で締めましたね。結構ピッチャー使ったんじゃないかな。まあでも一応ホールドいただいたので、まあ2軍生活も少しありましたけども前のパートね、2軍の期間もあったんですけど、まあそれも乗り越えてね、まあ、いい成績を残せつつあるので、まあ少しずつね、あの監督に信頼してもらえるようにね、頑張っていきたいかなと思っております。いや、まさかね、エイジュン君がここまでやってくれるとはね。結構他のバッターも打ちにくいんでしょうね、あの球は。よし、じゃあ次の試合までカットしたいと思います。そうやっていきましょう。今回から DeNA 戦ですね。昨日の試合は勝てたので、今日は昨日の試合勝った、勝てたので、今回は勝ちに2連勝ということでいきたいんですが、若干劣勢ですね。まあ劣勢ということでも登板があったのでやっていきましょう。まあ本当にいいように使われてるんでしょうね。本当に勝ちパターンしかり、負けパターンもしかり、まあ、どちらにせよ登板があるってことでね、パート数が多くなりそうなんで若干怖い気もしますが、楽しくやっていきましょう。さあ筒香やね、もう本当に和製大砲に少しずつ近づきある
すごい。今日今撮ってるのはね、6月の28日の日曜日、阪神戦見てたんですけど、まあ、DeNA にね、6-2やったかな。で、6連勝。本当に阪神が今強くてね、僕のテンションもね、素晴らしくいいんですけど、筒子はやっぱりいいところで打つなっていう印象はやっぱりありますね。昨日今日と見ましたけど、昨日今日かと試合を見てたんですけど、まあ、どちらともね、まあ、昨日の試合は、逆転勝ち、今日の試合は勝ち越しを許さず、まあ、いい感じの戦いをしたんですけど、筒子自体はヒットね結構打ってて、なかなかいいバッターやなと。怪我してなかったらね、あの時にね、若干肉離れやったかな、怪我したことがなければね、今頃三冠王でもおかしくない。まあホームラン今ちょっと畠山がね結構ダントツでトップなんで、まあちょっとあの時のね怪我がもったいなかったのかなと思うんですけど、やっぱりいいバッターやなと。若干オープンスタンスで構えながらね、そのなんか打球を引きつけて打つらしいですね。なんかボール球には本当に手を出さないってことを言ってました、解説と実況がね。すごいなと思って、阪神にもああいうバッターが一人二人出てきてくれるとね、ありがたいなとは思う。今福留がねかなり豪快に打ってくれてるので、今日もホームラン打ってね、13号とかやったかな、12号やったら13号ぐらいで、まあ、快調に飛ばしてくれてるので、嬉しいなっていう限りですけど、福留3番がねこれからも頑張っていただきたいなと思っております。よし、今日は三者凡退 OK。いや、役目を果たしてるんじゃない、このまま逆転してくれたら嬉しいんやけどね。うわ惜しいね、どんまい。まあこういう負け試合っていうのはね、残念ながら記録というものはね、登板としかつかないんでね、そこがちょっと残念やなとは思うんですけど、まあまだまだ1年間長いですから、まだ1ヶ月しか終わってないから、そのうちねいいところで使われることも多くなるんじゃないかなと思ってね、楽しくやっていきたいと思ってます。36アウト連続無失点。ってことは、イニング的に言えば13イニング。ってことは13登板で無失点。最高ですね。もうこんなええピッチャーいないんちゃう。よし。能力アップでね、あれあげよう、あれ。あの、ムービングの9位。イエーシ。C はなかなか使えるんじゃない?よし。ってことでね、あの、この動画の最後の試合までカットしたいと思います。さあやっていきましょう。今回 DeNA 戦の最終戦ですね。まあ、3戦目ってことで。うわ、今日も劣勢ですね。若干中日に勢いがなくなってきたのかなっていう印象はあるんですけどね。どうなのかなって感じはするんですけど。まあ、とりあえずね、登板があったのでやっていきましょう。なんか3点差とかで負けてるし、あんまり登板させてほしくないな、動画的にね。まあ、これからちょっとね、動画のパート数が多くなると、若干こういう試合はカットすることも、これからあるんじゃないのかなと思うので、まあ、そこはご了承いただきたいなと思います。まあ、全試合取りたいのはそうなんですけど、まあ、その能力も能力なので、で、登板する場所っていうか、こう、見た目的にもね、やっぱり巻き試合に登板しているのをね、わざわざ毎回見せるっていうのもね、若干どうなのかなって感じはするので、さすがに1点差。同点で勝ってる試合っていうところはやっぱり動画として収めていきたいと思ってるので、まあ、これからの動画のねあり方も少しずつ考えていこうかなと今思ってます。とりあえずね今集中しましょう。果たしたいですよね。頼む。おお、オッケーオッケー。いや、せっかくね36、これ37アウト連続無失点が続いてるので、なんとか無失点でいきたいね。ワンアウトランナー二塁やけど、ムービング、あと危ない危ない、カットボール外角、なるほどそうですね。ムービング外角、よしナイスボール。内角にチェンジアップ、よし、うわお、どうしようかな、高めは厄介ですね。ムービングを内角、さあ6球目は何か、どうだ、うわ危ない危ない、変化球を待っていたかもしれません、ね、外角の方がタイミング合ってなさそうな気がします。外角どうだ、うわ抜けるかそれ、もったいないな、やっちゃいましたね、久しぶりの失点。まあいつかは失点するやろうなと思いましたけど、綺麗に運ばれたね、まさか狙ってるとは。内角の方がなんか
いい当たりしてたんで内角の方が厄介かなと思ったら外角に張ってましたね。どうしよっかな。カットボール内元、よし、気持ちいい。 あかん、やらかした、やらかした、やらかした。久しぶりにそんなに一塁二塁方向のファーストゴロとは思ってなかったね。やばい、ゲッツー取れないよね。三振が欲しいね。ムービング、よし、無理やろうな、ゲッツーは。うわー、鬼失点目、打ち取っていたのにね。やらかした、完全にやらかした。ここは抑えましょう、ちゃんと。うわ、危ない。ムービング、どうだ、ダメか、梶谷三塁とか行きそう。追いかんかったか、さすがに。ダメやね、この試合は打たれてるね。イデか、オッケー。今日コントロール良くないね。よし、ナイスボール、ナイスボールですね。チェンジアップ、ナイスボール、もう1球アウトローへ。クロスファイヤー、全然クロスファイヤーじゃない。もう1球内角のカットボール、よし、これでチェンジアップは効くでしょう。うわー、全然振る気なかったね、やばい。カットボール、よし、ナイスボール。カット得意なんか、ムービング。逆に曲がってほしかったな。チェンジアップ、うわやばい、ファールか。オッケーオッケー、危ねえ。ムービング低め、全然振る気ないね。カットボールを内角高め、ここどうだ、よし、完璧。完璧じゃなかったですけどね、登板自体は。やらかしたね、久しぶりに失点。これで2軍に落とされなかったらいいですけどね。あんだけ抑えといて1回でも失敗したら2軍って言われるとちょっと辛いもんがありますけど、まあ、大丈夫ってことを祈りましょう。厳しいね、2軍に落とさないでね。よしよしよし、恐ろしいわ本当に。あの落とされた瞬間を本当にえってなりましたからね。あの真顔になりましたから僕自身。はい、うん、あ、そうなんや、あ、そうですね、コンビニでケーキ、またしょぼいですね。まあいいや、どうも。162個、結構届いてるね。仲間ほんと嫉妬するやつばっかりですね。まあいいや、今回はこれぐらいにします。次回やっていきたいと思います。次回もね、次回からはね、ちょっと勝ち試合ぐらい、勝ち試合か同点の試合を取っていきたいかなと思ってます。うん、やっぱり負け試合どうかなと思うので、これからそうしていきたいかなと思っております。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、そうすけでした。さようなら。